それでは車に行きますね。まず、沿っての位置ですね。それよりも幅を広くして、横広の、口っていうのか、田んぼの田を書くイメージですね。で、間隔角度を揃えて、で、伏せる位置は最初の位置の2倍ぐらいですね。で、この間隔、すべて同じぐらいでいいです。で、縦は、この横の線に対して1だとしたら、下は横の線に対して上よりも長く、2倍ぐらいって覚えてもいいです。